こんにちは、こんばんは、すみません。今回は逆転オスレの実況をやっていきたいと思うんですが、今回はね、アークワンの透過素材である害かな、絶望害と、最強ウィルドをちょっとやっていこうかなと思います。まあ、ゲットはしたんだけど、まあ、透過でゲットできた人も、まあ、いると思うんですけど、進化でゲットして、あ、透過素材持ってないやっていう一人ね、まあ、一緒に取りに行きましょうって感じで、まあ、自分はちょっと透過にもう刺しちゃったんですが、アークはね、こっかな、ここあ、こっかな、ガイとウィルグ、まあ、ガルロスとかイビルフラウとか、ここは英語版なんで問題ないと思うんですけど、とりあえずこちらのデッキで絶望ガイやっていきたいと思います。絶望ナイスガイということでいきましょう。このデッキで勝てたんで、多分勝てるはず、勝てるはずですけど、まあ、ファンでいいかな、ファンエルでいきましょう。ちなみにテイク2です。テイク2、ラストのバトル3かな、バトル3のこれ次耐えればってところで呪いのダメージでちょっと HP 足りなくてやられてという感じかな。はい、ということでいきましょう。サクサクいきましょう。左上がデバフ、左下が竜輪ですね。久しぶりにやったんで、どこに置くのが最適解かちょっと忘れちゃってるんですけど、まあ、ここはね思い出しつつ、はい、行きましょう。まあ、それでもね勝てるよーってところで、オファヌー、なるほど、どうしようかな。まあ、ファヌエルは、まあ、コンボスキルが強いからね。で、まあ、エスペランサも結構有能ではあるんで、どうしよっかな。端っこはちょっと取られたく、ドゥドゥンラ置きたい。あ、でもコンボ されるとあれか、呪いがこっち来るか。次ちょっとドゥンラ置きたかったんで、オッケー。あ、これね、いけないパティン発動します。これいけないパティン発動する。これどうしよっかな。何が発動するかというと、ガイのコンボスキルとマリーティアかな、これ確実にマリーティアのコンボスキル発動されちゃうんで、じゃマリーティアと、あ、やられなかった。絶対やられると思ったけど、それやられるとめちゃくちゃ回復されちゃうんで、そこだけ注意でお願いいたしますという感じでね。はい、でいきましょう。ファヌエルコンボしたいんだよな。まあでも、まあ勝手にやられてはいくんで、そこ待ちでいいかな。まあ、ファヌエルのコンボスキルを確保してってのが、まあ一番いいと思うけどね。4、 OKOKOK。やっぱエスペランサは有能だね。で、神駒が2枚なきゃいけないんで、これね割と発動しないときある。はい、倒します。はい、で大丈夫かな。ビーマス踏んでほしいな。あ、呪いでした。 OKOKOK。なんかとりあえず久しぶりにやった感想は、
まあ、特殊ダメージが強い。やっぱり竜鱗あるから吸収も呪いも毒も巻きついと思うし、デバフが後々あるから多分竜もきついとは思うんだよ。いけるっちゃいけんのかな。あ、でもいけなくはなさそう。わかんない、ステージ専用語もね、竜語も編成してたらもうどれぐらい食らっちゃいましょうとかあるかもしれないから、そこちょっと怖いかな。見てそこ、はい、でコンボスキルとこっかな、ルチルかな。はい、でこっちが2枚ちょうどコンボスキルがね、ここだけ注意で、まあ、置いてあげて OK。 なんかまあ強い特殊、まあ、ティターニアとかだから強そうだよね。暗黒のオジェンイ、いけない、ゆるいち、いけないか、いけなさそうかな。惜しい惜しい、これ俺のイカズチを味わえ、それ痛い。ここでここ行きましょう。でここはデバフとかないんで、エンダガレバシバンと。で最後のバトルがね、デバフあるんでそこ注意かな。エンダガはコンボスキル、はい、ということでファイナルバトルいきましょうファイナルバトル、ちょっと回復したい。左上が竜鱗、右上が呪い、相手が呪われると。で左下がデバフ、言って5段デバフか。でコンボスキル強いんで注意。でも呪いつも呪い、そうこれ呪い移ししてくるから、デバフです。コンボ強いんで置いてあげましょう。盤面に自分の亀駒が2枚じゃなきゃいけない、なるほどね、そこめちゃくちゃ注意だね。ユグルパー、なるほどね。だったっけ、呪い打ちとかそこら辺だったっけ。回復マス組みます。これね、回復マス踏むのは大事、めちゃくちゃ大事。ガイかな、はい、呪い打ちだね、呪い打ちしてくる。で2のやつを捨てると、こっちか。命乞いしても遅いぞ。大丈夫かな、耐えるかな。捕食してちょっと今音がね止まってたと思うんですが、耐える。でこれで耐えまして、
とここでいいか。ただ相手呪われるし、相手置けないかな。オッケー、はい、こんな感じで外かな、はい、できましたよ。ということで次はウィルグいきましょう。時間がかかっちゃってるんでウィルグいきましょう。続きまして最強ウィルグやっていきたいと思うんですが、ちょっとねこれはねあらかじめ言わなきゃいけないんですけど、ラファエルとアレス、ここは普通にまあとなんか特殊か毒とか吸収がいいみたいなんですけど、ラファエルとアレスを透過させたいので、ちょっと今のうちにちょっと使っときたいなってことで、ラファエルとアレスを入れてるって感じかな。だからフレンドで使ってもらえればいいのかなというふうに思います。ちょっと今使わないとね、まあ、2台いれば進化と投下であれなんですけど、あんまりこうスライドってそんなにオセロにやってしないと思うんで、まあ、たまにすることあるかもしれないけどね、あのその度にフェアリーがねなくなっていくっていうのは、まあ、なかなかオセロにやるとフェアリー大変だからね集めるの。なので一応使いたかったから入れてるって感じですかね。あとその進化アレスと進化ラファエルをちょっと見たい、使ってみたいみたいな感じも含めてですね、入っていきましょう。オルロソルシエ使ってみよう。まあ今なんだっけ、ド忘れ、 99% デバフのあの子忘れちゃいました。あれあれ本広げてるね、ヒアソフィア、ヒアソフィア連れていけばよかったと思うんですけど、左上が神駒が 65% ダウン、右上がマゴマ 70% ダウン、左下が貫通、あ、なるほどね、そんな感じか。
オルロの声で。時間差おえ倒してない。焦った。今ね、普通に倒したと思ってた。じゃあアズで。はい、ってことで終わりにしましょう。デッキはね、さすがに参考にしづらいところがあったと思うんですけど、自分は無課金でやってるって言っても3年ぐらいかな。どれぐらいだ？でも2から3年ぐらいはやってるので、まあ集まってる部分はねあると思うんですけど、なんで、あ、こんなステージだなっていう風にこう思ってもらえたらいいかなと思います。で、自分で、あ、毒ゴマいっぱいあるわ、じゃあ毒で行こうとか、あ、特殊結構あるな、じゃあ特殊で行こうとか、やってもらえるといいんじゃないのかなという風に思います。アークワン、まあ進化も強いけどね、めちゃくちゃね、暗黒捕食のデッキ使うってなったら、まあ、アークワンはめちゃくちゃじゃない、もう必須リーダーだと思いますので、手に入れた方はぜひ。めちゃくちゃね、今結構使ってるんだけど、めちゃんこ楽しい、すごく楽しいので、ぜひ10日使ってみてほしいなという感じでございました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録と高評価押していただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。ということで、バイバイ。あれ、何言ったっけ、全部言ったよね。はい、ということで、また次でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは、真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にも、いろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。